皆さん、おはようございます。ラッピー石橋です。皆さん、暑い日が続いておりますが、水分補給しておりますか？今日はですね、ラッピーパワー、ここにフォークがあります。パワーをかけますと、やっぱりこれ振らないとダメなんですね。なんとフォークがぐにゃぐにゃになってしまいました。はい、今日はですね、世界の子供応援マジックでした。ナンバー130、お楽しみください。手品にはですね、あるいはマジックにはサッカートリックっていうのがあるんですよね。で、今日はそのサッカートリックというマジック、バックステージという名作を皆さんに楽しんでいただきます。そのバックステージってどんなのかと言いますと、こちらに、はい、このようなちょっと板にですね、はい、このように貼ったものがあります。これにですね、こちらの黄色い板をはめます。もう一枚板をはめ込みますと、こんな風なのができております。そしてこの間に、はい、トランプカードのスペードの10をこの隙間から入れていきます。1、2、3、あらら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 ら、そうしますとですね、これが一瞬のうちに消えております。すごいですね、これね。はい、消えてます。ちょっと待ってください。あら、先ほどこれが見えてましたよね。あ、ここにぶら下がってるじゃないですか。これだったらね、完全に消えるわけです。じゃあもう一度チャレンジしてみます。はい、またこの板をここに収めます。もう一枚もこちらに収めます。はい、このスペードの10をまたもう一度入れますよ。今度は慎重にやりますから、1、2、3、はい、消えました。この後ろが怪しい。あー、やっぱり怪しかったですね。本当なんでしょうか？いいえ、消えているんです。そして消えたカードは、はい、背中の方から出てくるんです。これがサッカートリックの名作、バックステージでした。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。笑顔の花咲くマジック教室からお届けしました。